こんにちは7月1日から楽天モバイルのプランが楽天アンリミット6から楽天アンリミット7になりました。そして新しいサービスとして楽メールが追加されました。この楽メールですけれども楽天モバイル公式のメールサービスのことです。今回は楽メールと実際に楽メールを使ってみた私の感想をお伝えしたいと思います。楽メールの詳細はこちらの動画をご覧ください。では楽メールについて見ていきたいと思います。 楽天モバイル公式メールサービス。メールがもっと安心便利に。楽メール。無料ですね。楽天モバイル公式メールサービスです。楽天モバイルのドメイン。atmark.lacmail.jp でメールアドレスを設定いただくことでメールサービスがご利用いただけます。楽メールとは、楽天モバイルの楽天リンクアプリ内でメールサービスが無料でご利用いただけます。楽メールのご利用はデータ利用料としてカウントされます。 お好きなメールアドレスを設定いただけますすでに他の方が登録済みのメールアドレスは設定いただけませんアットマーク楽メール .jp ですねご利用までは簡単2ステップメールアドレスを決めて楽天リンクアプリ内で利用開始です楽天ドメインのメールが使える会員情報の登録にも使える特徴 安心のセキュリティ対策。大きな容量のメール送受信も可能。ラクリンクアプリで一括管理できて便利となっていますね。え機能と使用ですね。まず、使用機能から見ていきます。メールアドレス設定。登録はメールアドレスの登録が可能です。変更、メールアドレスの変更が可能です。月に1回まで変更が可能となっていますね。メール機能。 メール作成。作成中メールは保存が可能です。ファイル添付。スマホのストレージから様々な形式のファイルを添付することが可能です。また受信した添付ファイルはスマホにダウンロードが可能です。送信受信転送。メールの送信受信転送が可能です。未読記録。星マーク。メールの未読記録の状態を変更したり、重要なメールに星マークをつけて管理することが可能です。メール削除と復元。メール削除が可能です。 削除したメールは30日以内であればゴミ箱ホルダーから復元可能です。削除したメールは30日が経過すると自動でゴミ箱ホルダーからも削除されます。ホルダー作成と移動。ホルダーを作成してメールの管理をしたり、メールを他のホルダーへ移動したりすることが可能です。バウンス通知。迷惑メールフィルターなどによりメールが受信できない場合に、送信した相手に受信されなかった旨の通知メールを送ります。迷惑メールフィルター機能。受信リスト。 受信したいメールアドレスやドメインを個別に設定することが可能です。拒否リスト、拒否したいメールアドレスやドメインを個別に設定することが可能です。おすすめフィルター設定、あらかじめ設定された迷惑メールフィルターの各種設定を以下3つから選択いただけます。おすすめフィルター設定オフ、すべてのフィルターがオフ、おすすめフィルター設定強、ウイルスメールフィルター、ダイソ送信者フィルター、なりすましメールフィルターがオン、おすすめフィルター設定標準、 大量送信者フィルター。なりすましメールフィルターがオン。携帯ウェブメール拒否設定。携帯ウェブメールを受信するか設定が可能です。事業者ごとに設定か。URL リンクメールフィルター。URL が含まれるメールを自動的に迷惑フォルダーに保存するように設定が可能です。なりすましメールフィルター。アドレスを譲って送られてくるメールを受信しないように設定できます。DMARC 対応。大量送信者フィルター。 大量送信者からのメールを自動的に迷惑フォルダに保存するように設定可能です。ウイルスメールフィルター。添付ファイルがウイルスに感染しているメールを自動的に迷惑メールフォルダに保存できるように設定が可能です。そして注意事項ですね。迷惑メールの対策。迷惑メールを用意して迷惑行為を行った場合、事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断する場合があります。迷惑メールに関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。 解約について楽メールのみの解約は受け付けておりませんご契約中の回線を全て解約するとメールアカウントが即時解除されメ楽メールも解約となりますとなっていますね譲渡についてメールデータやメールアカウントの譲渡はできません楽天モバイル楽天回線を譲渡する場合楽メールは楽天 ID に紐づ付いているため譲渡先は譲渡元の楽メールアカウントにアクセスできません楽天 ID の大会変更現在ご利用中の楽天 ID を対会変更すると楽メールアカウントにアクセスできなくなります マイラクテンモバイルでご利用中の楽天 ID を変更した場合でも、変更後の楽天 ID で楽天リンクアプリに改めてログインいただくことで、今までの楽メールアカウントをご利用いただけます。楽天メールドコモ回線、U 回線に提供した R メールは、楽天モバイル、楽天回線交互もご利用いただけ、楽メールと併用してご利用可能です。 迷惑メールフィルター機能について「迷惑メールフィルターはお客様のメールを出すが迷惑メールの可能性があるメールを受信した際にメールを受信拒否したり迷惑メール専用ホルダーに保存したりすることができる機能です」「あらかじめ楽天モバイルの推奨するフィルター設定が適用されたおすすめフィルター設定今日おすすめフィルター設定標準のほか7項目のフィルターをお客様のご希望により設定することが可能です」となっていますね職設設定定として適用されるおすすめフィルター設定今日は 大量送信者からのメール検知 DMARC を利用したなりすましメールの検知及びウイルスメールの検知が設定されています。迷惑メールフィルターのご利用に関してご利用料金はかかりません。無料でご利用が可能です。なお、当メールサービスのご利用開始以降、迷惑メールフィルター機能はお客様のご要望により解除再設定することができます。解除再設定はサービスご利用開始後、当社が定める方法によりご設定をお願いいたしますます。あと注意事項ですね。 そして DMARC による受信メールの認証についてです次に使用一覧ですね一斉送信可能件数200件メールボックスの最大容量を1イ b メールボックスの最大メール件数は50万件ですね最大50万件受信メールの最大容量は 50MB 送信メールの最大容量は 25MB 添付ファイルの最大容量は 10MB1B 一ァイルあたりそして注意事項ですね 以上です次に私がラックメールを実際に使ってみた感想ですメールの送信や受信をしてみたんですけれどもかなり高速ですねラックメールを送ったらすぐに受信ができましたし送信したらすぐにラックメールで受信ができました画像なども送ってみたんですけれどもちゃんと送れますねまあ動作については特に問題ないって感じです使いやすいと思いますいかがでしたでしょうか実際にラックメールを使ってみて 楽メールの設定も運用もそれほど難しくないと思います。ただこの楽メールを日常的に使うかというと使わないかなと思いました。なぜなら今は LINE とか他のツールの方が便利で使いやすいからです。また楽メールをメインで使った場合楽天モバイルを MLP とか解約しにくくなります。なぜなら MLP とか解約をしてしまうと楽メールが使えなくなって困ることになるからです。 ですので、メールは Gmail や Yahoo! メールをメインで使うのが無難かなと思います。結局、楽メールは楽天モバイルとの連絡用ぐらいにしか使わないでしょうね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。